こんにちは、ハイジーです。今日はコメント欄にハイジーさん、ガストのオニオンバーグ食べてみてくださいというリクエストが来ましたので、やってまいりました、ガストさんでございます。鬼うまい、鬼バーグと書かれたそのメニューは写真からしてかなりの迫力。早速注文して顎を出したりしまったりしながら待っていると、やってきました鬼バーグ。写真通りの威圧感。2枚のデカめのハンバーグの上にオニオンリングが6個積み重なっております。これだけ油物が山積みなのに、その向こうにまだハッシュドポテトが2個たたずんでいるというやりすぎ感も素敵。刺さっている鬼うまいの旗を取ったらいただきます。まずはリングを1つ取ってソースにつけて食べてみる。これはうまい。そうしましたらオニオンリングを結局一旦どかして、その下にあるハンバーグをナイフフォークで切りまして、切ったハンバーグをちょっと眺めながらテンションを高めていってく。お肉は柔らか、味ははっきりでうまい。ご飯がどんどん進むやつだ。さあもうナイフなしでハンバーグを切りまして、お次はハンバーグとオニオンリングを同時に口の中に入れてみる。うまいに決まってる。今度はハンバーグをオニオンリングのソースにつけて食う。より濃厚になって反則レベルのうまさ。お次はハンバーグを切って、また切って、刺して刺して4段重ねにして、角で顎をでかくして食う。顎にハンバーグ溜め込んでるみたい。お次はハッシュドポテトにソースをつけてエロ漫画家で食う。フリーランスのカメラマンにもこんな人いそう。絶対に犬が食べちゃいけない玉ねぎを食う。オニオンフライは揚げ物だけど、ペットの犬にあげちゃダメだぞ。最後はモリモリ食べてごちそうさまでした。そんでこれ誰かに似てると思うんだけど思い出せないから、みんなコメント欄で教えて。今1位の候補はよい子有野さんの女装。